5段は、カナダケベック州のギター製造会社。主に旧社名は、ラシド5段は、主に様々なブランドのギターなどの OEM 製造を行っている企業である。主な製品は、クレーマー、ペンサ、マイティミテのフェンダーライセンスドのネックやボディなど、近年、自社ブランドを開始した。自社ブランドでは、エレキナイロンギターやエレキアコースティックギター、 ミリ搭載のエレキギターなどが中心となっている。本社はモントリオールにあるが、工場は木材加工などの製造中心のカナダのケベック州3カ所と、組み立て工程を主体とするアメリカ合衆国ニューハンプシャー州1カ所で生産している。ロベール五段は1972年にカナダケベック州ラパトリでギター生産を開始。五段の自社ブランドはいくつか存在する。 ノルマンは、初中級モデル。r ルテリーは、初級低価格帯モデル。サイモンパトリックは、中高級の金属弦、モデル。ラパトリは、クラシックギター。シーガルは、初中級のソリッドウッドモデル。5段ブランドは、北東アメリカ産高級木材を使用した、中高級エレクトリックギターに使用されている。5段は、ピエゾピックアップ組み込みのブリッジを使用したモデルで、知られる。 高級モデルはギターシンセサイザー対応で知られる。5段はコンセプトや製造楽器別に様々なブランドを作っている。ありがとうございます。